ちは。こんにちは。本日は、吉久根区の生誕856年の会おめでとうございます。また、栗原市が学校復帰10周年の時ということで、こちらの方もよろしくお願いします。こういうようなお集まり、たくさんお集まりいただきまして、ありがとうございます。また、こういう船を設定するために、ずっと前から、いろいろご準備、音を流してくださいました。奥州栗原義経さん、実行委員会の皆様方、どうもありがとうございます。私、割と皆さんが、たくさんの人の前で、カラスをするのに慣れているはずなんですけど、今日、すごく上がってます。なんで上がってるのかなっていうのを考えてみましたら、昨日、ちょっと交流のすごいというのを、いただいたんですけど、そこでお目にかかってお話しなさってくださる、皆さん、多分実行委員会の皆さんだと思うんですけど、熱意がすごくて、圧倒されるんですよね。いやー、資料も申しておりましたけれど、わあ、すごいな、この熱意というか、このパワーはどこから来るのかなという、いささか今日は私、そのパワーに圧倒されておりまして、お話ができるかどうかちょっと怪しいなというふうに思ってるんですけれど、でそのパワーはどこから来るのかなというふうに、ちょっと昨日考えておりました。でそれで、先ほど桜の話があって、無知だって本当に1メートルぐらいの棒になってしまった。で、ただちょっとね、桜の木っていうのは水が入ってくると死んでしまいますので、上だけが止めて、そのままご本尊の前に行ってた。なら、関数は毎朝お勤めをしましたら、その棒になった桜の木を通るんですけれど、毎日毎日、大丈夫か早く育ってくれる、毎日声をかけるんです。で、そうしてる間に、ある日見ましたら、ね、プツッと一つ芽が出てるんです。で、いやー、やっぱり助かってくれてるな、これはきっと芽があるからだな、ということで、それからもうずーっとね、毎日毎日声をかけてくれましたら、大変になりましたね。素晴らしい。芽が出ました。で、それで、その時の嬉しかったこと。それはね、やっぱり芽があるから、よく考えてみましたらね、一粒の種が地面に落ちましたときに、コンクリートでダメかもしれませんけれど、よく私たちに早く芽を出せ、滝かきの会とか申しますけれど、種ってそんなこと一番には出しませんね。何するかって言ったら、まず芽を出します。芽を出して、自分のおる場所を固定して、でそこから、水分や養分をいただける準備をしてから、やっと芽を出すんですよ、ね。私たちすぐ土の上の方ばっかり見て、早く芽が出ないかなと思ってみましたけれど、植物というのは、まず人の目の見えない、ね、根っこの部分を一生懸命育ててから、初めて芽を出す。一本の棒になりましたけれど、ちゃんと義経桜さんは、芽を育ててらっしゃったんだなと、そういうふうなことを関数はもうあちらこちらで挙げております。で、そうしていろいろ考えておりまして、どうしてこう欧州の方が暑いのかなっていうふうなことを昨日ずっと私とかも考えていたので、私たちはずっと暑くやっておりました。で、結果はその義経さんに対して根っこがあるんやなっていうことを思いました。欧州の方々はね、義経さんに対する敬語、敬い、慕う気持ち、またそれから誇りの思う気持ち、それから尊敬する気持ち、いろいろそういうふうな気持ちが根っことしかあるんだなというふうに思いました。それがね、きっと義経さんという会社をずっと胸の中に育てていける力だったんだなという、その根っこの力だと思いまして考えてみますとね、京都というのは天下を目指しても家がやってくるところです。だからね、大社に心を果たす余裕がないんだなと簡単に思います。次から次から、例えば義経さんの前で義経がやってますよね。義経がダメになって義経さんだって、そしたらもう大社としての義経さんが構っていられる。また義経さんが下っていったら、その次には頼朝と鎌倉幕府の
で鎌倉幕府を滅びたら室町幕府ができて、足利どん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 都である限り、みんなが天下を目指す人たちが次から次からする限り、京都の人たちは敗者を痛む気持ちよりも勝者に迎合するといって、ちょっと言葉が悪いかもしれませんが、合わせていかざるを得ないところがありますね。そういうふうに今ちょっと思ったんです。まあ、それに比べて東北というのは、ね、この方にそういうふうに、それはもっと東北の方の優しさであったり奥の方だと思うので、敗者を挑み、その敗者を共にそういうふうなものがあって、まあ、これは東北の奥州の道のくのすごく素晴らしいところで、京都にもないことやな。それが義経さんに対するこの思いの厚さの違いかなというふうに私は勝手に思ったんですけれど、でもそのどうしても勝者に見向かざるを得ない、京都でも仏教の中などに義経さんが都を離れて落ちていくときに、その人勢は非常に精錬としたというような記述があったりして、非常にね、どうしても勝者に目を向けなければいけない、都の人の中にも義経さんのね、素晴らしい人そうだったなという思いは残っていると思いますのでね、義経さんはとっても素晴らしい人だったんだなというふうに、その義経さんが育ったのが鞍馬山です。私一年間大学という京都の大学で歴史学を勉強してきましたので、皆さんご存知だと思いますけど、歴史学という学問ですね、歴史叙述にするにあたって大事にするのは文献資料、もちろん考古学資料とかの参考にいたしますけど、文献資料に書かれていないことはなかったです。ですから石田さんについてね、ちょうど目を見てる前、木瀬川で兄さんと対面する前というのは、ほとんど文献資料っていうのはないんですからね、歴史学で著名な人が石田さんの、はい、歴史学を勉強して歴史学の学者と言われる人ほど後若さんの伝記を書くとき鞍馬山では書かない、そういうふうな形になっております。またそういうふうな意味で言いますとね、大体後若さんで分かっていることっていうのは本当に少なくてね、まず平治元年1159年生まれで、で生まれてすぐお父さんで源義朝が亡くなって、でお母さんと一緒に大和の宇陀郡に逃れて、その土地奈良さん、もしこれは一説には11歳という説もありますけれど、そして16歳の年に奈良を出奔して、甲州平泉の藤原秀衡の元で庇護されて、その後治承4年源頼朝が挙兵した時に木瀬川に参入して、そして再任を果たした、それぐらいしか分からない本当のところなので、それもね、何によるんですかというと、有馬鏡という、皆さんご存知だと思います。鎌倉幕府の公用の日記が公に来たんです。それも鎌倉幕府ができましてから60年ぐらい後で成立した。でその中におまけにリアルタイムではなくて、木瀬川で頼朝と対面したことがその有馬鏡に書かれている。60年ぐらい後にあの頃和で書いた本の中に書かれて、その中でこの御曹司はどう書かれているかって、これもだから60年後に書かれたものの中で、木瀬川のことが解雇されていて、でおまけにこの御曹司は今から何年前にという話やから、資料的な時が非常に後になっていくんですね。あまり高いものではない。おまけに鎌倉幕府にとって源義経というのは日本人になってしまいますので、よりね、
どうしても60年後に鎌倉幕府の紅葉日記で書かれたら、もうこれは明らかに鎌倉幕府の視点で書きますのでね、そこに書かれていることが本当かどうかという信憑、信憑性自体が薄いです。それを歴史学で資料批判というところに書かれている、資料があるだけではダメです。この資料に書かれていることがいろんな他の条件から見て正しいかどうかという資料批判というのを経て、やっとここに書かれていることを準備できるというようなことがあります。まあ、ちょっと前置きが長くなりましたけれど、その時のこれだけ読んでみますね。これだけしかわからないという、このものはというのはですね、義経のところですね。三ヌル平治二年正月、むつきのうち、おむつをしている時に、父の母にある父が亡くなって、慶父一条大蔵省長男によって、父さえ出家のために蔵前藩に登山する。成人の時以来、ちょっとなり大きくなったら、会計の思いを、もうしきりに会計の思いを、会計の思いという、復讐の思い、慶父だとしたんですよね。思いを持って、自ら修復、自ら元服をして、そして秀平の猛省を頼んで、秀平の盛んな様を頼んで、頼って奥州に下校する。多年を歴史する。これだけが、真実的に言えば、クラマと牛若さんをつなぐものです。あと、牛若が終わるようになったから、高校のアドリブで牛若さんの先生と言われた師匠と言われた方が視点に関わっているのが違うという権威を受けたりしておりますけど、まあクラマにいたということは間違いないと思います。実は厳密な資料を書くことがそれだけにしてほしいと、そういうことになっています。でもそれはやはりクラマですよね。いっぱいクラマには牛若さんも忍び寄せるで、まず先ほど資料の話にありますように、蔵はその山自身の力というか、それを慈愛と巧妙と活力で表しているという話になります。まあ、それは単にそういうふうな形でエネルギーというか働きとして現実に鞍馬の山に満ちているものなんです。この中に鞍馬山においでになった方何人かおいでになると思いますけれど、その方々が、ね、多分プラマの山にも出なくて実感していただいていると思います。言葉で言えば爽やかさではなく清やかさの清らしい気持ちでしたが、ただほっとした方々が大事です。中にはね、気分がシャンとするな、襟が高めなというような思いかもしれません。そういうふうなもので、多分こちらにね、プラマご縁を結んでくださっている方たくさんお出になると思いますけれど、実感していただいていると思うんですよね。うなずいていただいているから多分そうだと思います。だから石若さんというのは少なくとも7歳か11歳それから16歳約10年ということは、今で言えば小学校の1年生から中学の3年生何年ぐらい、人間なので一番多感で物事を吸収できる時ですよね。その時に蔵前山に10年いてずっとその山のエネルギーを受けていたら、そのエネルギーそのものになるというのは思われませんか。もうそれがその人そのものになっていると、まあ、何があっても蔵間にてそこで10年間いた、でそこでいろんなことを修行したということでね、私はね、牛若さんそのものが蔵間の山のエネルギーそのものになっていらっしゃるよなっていうふうに思うんです。だから姿やかであったり、でもあったかかったり、それだけど知恵の光があって決断力があった、また元気であったり、で覇者検証横島を正しいことにできる力を持ちであったり、クラマの木そのものが人となりになっていると私は信じている。ですからね、私時々もしか吉原さん誰かがあなたを現状同士ですよということを言わなかった、また言われても復讐の念を起こさなくて、ずっと鞍馬寺にいらっしゃったらどんな構想になったらいい、偉いお坊
さんになられたかなと想像する時があるんです。でも吉永さんはやっぱりお父さんです。肩ピンチというよりも新しい世を起こしたいという気持ちだったと思いますけどね。ペアの一人になりました。でそして養子下って子供があって でも最後いないんで、悲しいといえば悲しい最後ですけど、私は小山では耐えて戦わなかったんだなっていうふうに思って、多分あれだけの戦略を持っていて、で欧州 の財力と軍事力をすれば、もしくは牛若さんが本当にそこで決起したとしたら、おそらくせっかく鎌倉幕府によって、まあ、いいか悪いかは別にしまして、なんとか日本がまとまりかけたのをもう一回巻き込んで大きな戦になって日本人を混乱する。そして戦争というのは本当はね、昨日も言われたとおっしゃってましたけれど、武将同士の争いだけでは済みませんよね。一般の人もみんな乗っ取ってしまう。田んぼが戦場になったらお米もできなくなってしまう。そういうふうなこともね、きっと牛若さんは考えて、まあ一応、まあ自分とは仲違いしたけれど、お兄さんが鎌倉幕府という一つの社会の仕組みを作られたんだったら、自分はもうこの一つのね、舞台回しの役はやめて、このまま静かに去っていこう、それが一番ね、みんなのためじゃないかというような判断をされたんだって私は信じて、そして飯玉は懐かしいクラブの山にお戻りになった。そして先ほどの資料の話にもございましたように、シャナ王さんというふうにね、お名前をつけまして、ご本尊の一祖、ご本魔王さん、まあ、私の皆さんがクラマ天狗というふうに申し上げた方が分かりいいかもしれませんけれど、そのご本魔王さんというのは、良くないことを正しいことに変える働きをなさるご神父があるんですけれど、そのご魔王さんの御番人として、船押しの活躍を今もクラマの山にご本堂が立ち上げて、先ほどの話にありましたように、ご本堂の山にね、千住観世菩薩のお像と毘沙門天皇のお像と、それから御坊魔王さんのお像の三体のお像がお祭りされてるんですけれど、残念ながらなかなか普段はお姿を拝むことができません。60年に一度日の絵からも決まっております。実は、昭和61年がちょうど日の絵とであったもんです。あと30年は一人だけだから、みんなこうして見ると私も含めて残念でしたかもしれませんねでも大丈夫先ほどがもう山の木自身が今度はご本尊ですのでね、もういつでもいらっしゃったらあったかと言ってくださいますけれど、でそのご本尊のうちの五本魔王尊の像というのは、実は木造ではなくて絵像なんです。ちょうどねこのぐらいの大きさがあると、畳2枚分ぐらい、今から500年余り前、狩野派の祖と言われた狩野元の正信の一子、狩野元信という人が奥の院でどうぞ五本魔王尊のお姿を描きたいというような祈願を、雲の導きによって雲の垂らす糸のをずっと辿って描いたら、五方魔王様の絵が出現したと言われている、非常に珍しい。それが秘仏になっておりますけれど、その絵の中にすでに本脇寺としてシャナ王様がおいでになる。でもう一体は本脇寺は神殿大菩薩縁の行です。真ん中に魔王さんがいらっしゃって、向かって右側にシャナ王さん、左側に遠藤行者さん、ということはもうその時代、今国始め牛若さんもシャナ王さんとして待つっていうのではなくて、今からもう500年ぐらい前にはもうすでに鞍馬のお山で牛若さんをシャナ王さんとしてお祭りしています。先ほど私は鞍馬に残っていらっしゃって、侍高僧になられたというふうに
申し上げましたけど、構想を飛び越えて石若さんを僕らみたいな神様におなりになってるんです。ですから、9月の15日は石若さんのご神を讃えて、業績を讃えて御霊を慰めるためには義経祭という行動を行っております。9月15日、もともとはね、静か5年の明治日だと言われた8月15日にしてたようなんですけれど、それはそんな、その義経祭自体は昭和5年からですから、そんなに古い祭儀ではないんですけど、で最初はちょうど戦争が盛んになります前は、そこで武家の元服式、牛若丸が元服した次第をそこでやったり、それから静か御前の白拍子の舞を行ったりということで、お寺にもそういうふうな、装束がまだ残っております。現在はお勤めをしまして、あと牛若さん の, 東方修行にちなんだ武道の奉納ですとか静かの舞のご奉納というようなことを一日過ごしておりますけれど、ちょっとやっぱり多分8月15日が暑かったなと思います。今は9月の15日に行っております。もうでも9月の15日にするようになりましてからも随分時間が経っておりますのでね、そういうのを準備をしておりまして、蔵寺では神様としてしてるんだというようなことをご了解いただけたら。でさて、蔵寺の牛若さんの伝承というかなんですけれど、まず皆さん方一番よくご存知なのはクラマテング伝説という感じですよね。と、クラマテングで自分の出自出身を知った石若さんは、昼はそのまま修行を続けながら、夜な夜な奥の院の魔王殿、もしくは貴船神社まで通って天狗を相手に現実の修行、これはいろんな若干のニュアンスを使って違ってもいろんなものに書かれておりますので、皆さんご存知だと思いますけれども、そしたらフラマには天狗さん登場を天狗さん通りということで、でも本当に天狗さんなんていないやろっていうことがありまして、実は天狗に語りされた源氏の老頭であっていうのもありますし、それからフラマは栗原山も修験の山というふうにしましたけれど、修験の流れもございますので、山伏が教えたんじゃないかと言っておりました。平成17年に起こった NHK の大河の義経では、一条堀川の陰陽師の喜一方言が同行したというような説を述べておりました。でも蔵間にはね、他にもまだ説があるし、源氏の老頭山伏喜一方言、それはね、ムササビ説というのがあるんですよ。鞍馬っていうのはね、自然がとっても豊かだという話が先ほどありましたけど、ムササビって皆さんご存知ですか？木から木に滑空してこう被膜がついてていう、あれがたくさん生息してるんですよ。だからカラステングのようにね、ムササビが木から木から飛び回って、それを牛若さんが棒で追っかけるっていうような説もあります。まあ、現実にどういうふうな天狗さんがお知られたかは分かりませんけれど、でもこの山の何とも言えない菅やかな気に包まれて、すぐ成長したということは間違いないと思いますし、鞍馬っていうのは大きな山一つが境内のような形になっておりまして、御本殿は山門からしますと250メートルぐらい上のところにで、牛若さんが住まっていたと言われる東方坊というのは、もうちょっと下の山門に近いところなんですね。でそれから本殿を越えて、20分ぐらい行ったら山道の頂上になって、そこから下って、木の根っこの道であったり不動堂であったり僧正ヶ谷であったり貴船神社というような順番になっているんですね。でそして昔のことですから真っ暗です。まあ、お月さんが出るときは月明かりが少しあるかもしれませんけれど、まあ日がうっそうと茂っていますし、なんか何色の物の木がおめき錯覚というような記述がありますけれど、きっとすごい場所です。今でもね、皆さんがちょっと思うと
真っ暗だった提灯一つ、その山を夜の西水の国に登り越えてきます。獣もいますよ。それを考えた時にね、わずか10歳ぐらいの牛若さんが一人で、なんぼね倫理裁判という秘めたい思いがあったとしても、毎日毎日通うっていうのはね、どれだけ肝の据わった子供だったかということが分かるんじゃないかと思います。そういうふうに牛若さんが通った、その奥の行く間に喉が渇いたので、喉の渇きを失った水ですとかね、いろんな、それから現実に天狗座相手に現実の資料をしたところでございます。いっぱいあるんです。ですからね、鞍馬の山っていうのは、山自体がもう牛若さんの息吹にあふれているところなんですね。で、考えてみれば、そんなに今から800年余り牛若さんが生きていた自分と親の建て名前っていうのは変わっていないと思いますから、私たちが今吸ってる空気をきっと牛若さんは吸ってたらだろうし、奥の院の方に行きますと樹齢が800年を超える木もないわけではない、うん、ということは、その木はひょっとしたら、こんなちっちゃな苗の時にね、牛若さんがそこで見実するのを見ていたかもしれない。でそれから、霊峰殿という博物館にはね、国宝になっていらっしゃる毘沙門天のお像があります。中心に毘沙門天のお像があります。そのお像はこういうふうな形で、ね、遥か遠くを見るように呼吸を垂らす姿をしていらっしゃって、これこそが鞍馬の山が王朝鎮護に至ったということの印だと言われているんですけれど、今から1000年以上前に刻まれておりますけど、その毘沙門天の横に脇地としてお妃の吉祥天さんと二人の男たちの禅師道人さん、3人の一体になったお像が、きっとそのお像は牛若さんも拝んでいらっしゃって、で私はきっとそのお像を見ながら、牛若さんは毘沙門天にお父さんのこと、吉祥天にお母さんのこと、自分はね、禅師道人に例えて何か寂しさ、無量というか寂しさを紛らわせたんじゃないかなというふうに思っております。ですから鞍馬の山をおいでいただいたらね、そこかしこに牛若さんが現実する修行するのを見守っていた木もあるし、それから牛若さんが一生懸命拝んだお像もまだお湯になるし、ここの栗原駅があったのを言わせていただきますと、牛若さんがここに来ていらっしゃるなという感覚をすごくするんですけど、栗原もそういうふうな意味で、ね、牛若さんがそのままに生きていらっしゃるなっていうのを感じることができるかな、そういうふうな感じで、ね、ぜひ皆さん方も一度牛若さんに会いたいなというふうに思われたら、ちょっと遠いですけれどね、会っていただいたら、なというふうに、ひょっとしたら、鞍馬の山にひょっとね、杉の奥から、後ろ方もひょこっと現れても、不思議でないような、たたずまいが残っておりますのでね、ぜひぜひ、そういうようなことをしていただけたらいいかなというふうに思ったりしております。で、鞍馬の修行について、鞍馬だけにしかね、座っていない後ろ方さんの修行をしているという話が、ね、ありまして、それはね、一つはね、後ろ方さん毎日ね、すごく発想飛びに分かるように、跳躍の力がすごかったと言われているんですけど、どういうふうにしてね、跳躍の力をつけたかというとね、麻の旗っていうのはね、高くなるとこのぐらいになるんですけど、すごく成長が早いんですって。だからね、朝の葉を植えて毎日毎日それを植えるんですね。なら毎日毎日少しずつ大きくなっているから、知らん間にこんな高いのも植えられるようになった。だからね、毎日の積み重ねがとっても大事だなって、すぐね、そういうのは真っ向臭いね、お説教になるんですけどね、でもそういうふうなことをしたとも言われてますし、私はね、行ったっていうから10メートルぐらいね、さらしをここに巻きつけて、で、端っこって10メートル先でしょ、それが地面に触れないように変化した。だから五条大橋までね、一
一晩で行って帰ってこれる。そういうふうに。今あとね、まだいろいろお話があって、まあ、ついでに全部サービスしておきましょうか。あのね、あの自然とのつながりで言いますよね。僕らの山はね、いっぱいいろんな虫もいるんですよ。でもね、クズラムシがどういうか鳴かない。で、なんで鳴かないかって言われるとね、牛若丸がね、一生懸命お経のお稽古をする。クズラムシがすごくガチャガチャとうるさいんでしょ。泣いたんですって。それで、牛若丸が歌を、どんな歌かというと、かしましや、クラマの山のクズラムシを、しばしとどめて乗り乗って生きて、乗るというお経ですよね。そう、ほんとはそしたら、それ以来、クラマ山ではね、ガチャガチャいう靴はなかなか言われてるんですけれど、でもこれはね、考えてみれば、もともとね、靴は虫っていうのは平原の草むらの中にいる虫なんです。クラマみたいなお山にはもう初めからいないんですけどね。でもクラマに靴は虫がいないということすら、そういうふうな形でね、あの一つの伝承の一つになっているということですし、あと江戸さんのことで言えばね、クラマというのは非常に自然が豊かですからね。例えば石、こんな石が、それはね、石というのを見ようとすれば、まあ、規則正しく割れていく石があるんですけど、卵の、ね、ような形に割れる石があるんです。奇跡栄戦力があると言いますけど、火星岩の石です。でそれがね、奥の院の天狗さんが出没するあたりにたくさんあるんです。だから信者さんはね、それ天狗の卵って言う。で、天狗の卵を見てた。それから、あとね、立った木に生えるキノコがある。馬の尻尾みたいなね、ああいうふうに馬の毛だけっていう名前がついてるんですけど、いや、見る人によってそれは天狗さんのヒゲに見える。そういうね、プラモの自然の豊かさがね、天狗のヒゲとか天狗の卵とか、そういうふうなものを見出してる。で、奥の院の剣術授業をしたところに行くと、ここにもいっぱい休んだ石とかがありましたでしょ。牛若さんが手をかけた手掛け石とか、それから剣術をした切り口の石とか、それから馬で走った、ちょっと普段の山でしょ、ちょっと馬で走れるかなと思うんですけれど、駒の足跡でした。そういうふうなものがすでにね、江戸時代に釣り物書かれております。ですから、それだけね、牛若伝説というのはプラマでは古くからというふうに思われまして、その中にも自然の豊かさで、どうしてね、そういうふうな、本当にね、切り口みたいなのをさっと入ってるんですよ。なんでかなっていうと、このプラマの山の牛若さんが剣術の修行をしたと言われている奥の院の魔王殿あたりは、石灰岩というサンゴとか、そういうふうな生物やったものがね、化石になった場所なんです。で、石灰岩がとっても多いところ で石灰岩っていうのは、雨にだんだん溶けていくところがある。それがね、ちょうど残るんです。そう、刀の跡みたいな。それをね、きっと江戸時代の人はかもしれない。でも本当に牛若さんが刀の跡かもしれない。僕は分からないけど、私江戸時代来ていないからね。でもそういうふうなところで、伝承と言われているものと、それから富山の自然の豊かさみたいなものをね、一体不毛しているのが富山山だなというふうに思います。そういうふうなところでね、いろんなお話をさせていただきましたけれど、もし何かこんなこと聞いたけど、クラマの山どうですかというようなことでご質問いただいたらありがたいと思いますし、先ほど歴史に資料に書かれていないことは歴史家は歴史と認めないという話を申しましたけれど、でも牛若伝説が伝説自体が歴史の一つだっていうふうにおっしゃっている先生もいらっしゃるし、私もそう思います。こうして皆様の画像の中で、わからないところはわからないところたくさんありますし、資料はあったけど今ないだけで、あと出てくる感じ。でも皆さん方が牛若さんを思う気持ち、そ
それがいろんなお芝居になったり物語になったり、また皆さんの研究の対象になったり、資料でないところでいろんなものが育まれてきて、牛若さんっていうのがあるんですけれど、こうしてこういうの集いで皆さんが牛若さんに対する思いを持たれた方がたくさん集まって、いろんなお話をなさったりお参りをしたり、このこと自身も私たちは今明日の歴史を得るということになるのかもしれません。そういうふうに思うとね、なんか非常に嬉しいような、856年前に石原さんが生まれて、まだ856年しか経っていないかもしれませんよね。何かそしたらここに石原さん来て面白いことしてるなって言って、そこでご覧になるかもしれません。それでは何かちょっと取り留めもないときも、ちゃんと本当はねこういうふうな順番で話してこようと思ってたんですよ。でも皆さん方の熱意に、熱い熱意に打たれますと、何か取り留めもない話になるような気がします。もしこんなご縁がありまして今度来ましたときは、きちんと順番とかさせていただきたいと思いますので、今日はどうぞご容赦くださいませ。どうもありがとうございました。